桃から生まれた桃です。今日はまたまたドンキで爆買いしてきました。イエーイ。はい、ということで今回もドンキで爆買いしてきたということで購入品を紹介していきたいと思います。ちなみに私韓国帰りなんですよ。昨日帰ってきたのでちょびっとだけなんかパック系ちょっと韓国の購入品の紹介もちょっとしようと思うんですけど、私本当にお腹が空いたのでお菓子のレビューしていいですか。これは甘かったです。以上です。こちらビタミン C スティックタイプのやつなんですけど、肌荒れ結構悩んでる友達がビタミン C を毎日取るようにしたら肌荒れが全然マシになったって言ったの。なんか私基本なんか肌は結構強い方なので、でこのね私のカメラの美肌のやつが入ってんの。だからちょっとあんまりメイクもしてるし目立たないと思うんだけど、水光注射をね打ってきたの韓国で。だから結構すっぴんになるとちょっとなんかブツブツみたいなあざみたいなのがありますね。じゃあ本日分の飲みます。美味しい。なんか取りすぎるとビタミン C グミとか食べてたんだけど、なんか全部おしっことして流れちゃうんだよね。そしてロッテ糖質 30% オフチョコ。私最近ダイエットを全然やってなくて、あのチョコがねめっちゃ好きなの。チロルチョコを1日2個ぐらい食べてたの。そしたらやっぱちょっと太ももが太ってきた気がして、チロルチョコってあいつらあんなちっちゃいくせに60キロカロリーぐらいあるんですよ。まあこんなちっちゃいのに1枚で21キロカロリーもある。でもチロルチョコ食べるよりマシって思うじゃないですか。一箱食べちゃうんですよね、お腹減ったら。一本満足。あんまり動画で言ってなかったんですけど、私一本満足好きな食べ物ランキング10位に入るぐらい大好きなんですよ。いつもはホワイトのやつを食べてます。で気分で抹茶とかいちごとかにしてるんですけど、もうこのねホワイトのやつ大好きすぎて、でも結構これもね200キロカロリーぐらいあるんですよね。結構もう朝昼食べてなくて夕方のおやつとかによく食べたりとかしてるので、ストックを買っときました。キティちゃんのチョコね、お菓子をなんか家にストックしとこうと思ったの多分買ってる時の私は。あれこれ食べましたね。こういうのも好きですね、クリーム玄米ブラン。なんかね普通のチョコチップクッキーとかそのクッキーとか私あんま買わないんですよ。なんですけどちょっと体にいいですよみたいなお菓子をよく買っちゃいますね。まあ、普通のお菓子食べるよりはいいのかなみたいな感じで、これも一袋も食べないようにしてますね。だいたい半分をちょっとなんか日にち分けて食べたりとか連続で食べないようにしたりとかを結構しているタイプです。プッチョ、プッチョ大好きです。炭酸感がめっちゃ増してるソーダですね。あ、見て、ピュレリングのパーティーパックがありました。ぶち上げってことですか。ピュレリング冷やしてめっちゃ美味しいの。なんか全然味がね変わる、美味しい。私の最近のグミランキングは第1位です。堂々の寝る前に食べようと思っていたチョコレート、睡眠の質を高めてくれるらしいので、外食とか行った後家帰ったらなんか甘いものを謎に食べたくなってる自分がいるんですよ。食べ物系、あ、待ってこれ大好物。これマジでこれが0キロカロリーだったら好きなお菓子ランキング第3位に入ってて、毎日200個ぐらい食べたいぐらい好きです。韓国で食べすぎて一応今日のお昼サラダだったんですけど、お菓子食べて全然意味がないということで、じゃん、こちらドンキに売ってた、ドンキなんですけど、プロテインで、これソイダイエットプロテインプレミアムのバナナ風味を買っていました。なんかの味のプロテインを買ってめちゃくちゃ美味しくて結構今でも飲んでたりとか、私結構ね調節するときプロテインに置き換えたりするんですよ。だから結構3種類ぐらい今家にあって割と飲んでるんですけど、このバナナのやつも買ってみました。最近バナナジュース好きなんで。はい、そしてこちらおやつにしようと思いました。1週間分のロカボナッツチーズ入り。これは芸能人の方もダイエット中とかに食べてなんですけど、これ1袋155キロカロリー。結構ね、ナッツってカロリー高いんだけど、空腹も満たされて、で、これ美味しいんですよ、めっちゃ。私、アーモンドがちょっと苦手なんで、いつも残しちゃうんですけど、くるみとかって体重を落としてくれる効果があるらしいの。んで、まあ、体にいいかな、みたいな感じで、買ってみました。これ美味しいんだよね、めっちゃ。私の大好きなフルーツの森。
駄菓子の中で一番好きですね。これ、ね、お皿も食べれるっていうのが好きですね。はい、続いて食べ物コーナーが終わったので、美容だったりとか、お掃除系とかいろいろ紹介していきたいと思います。炭酸バスソルト、汗出しジュア。いつも、バッカン糖とか、汗かきエステみたいなやつの、あれを買ってるんですけど、初めて違うやつを買ってみました。ドンキに売ってるバスソルトたちは、結構もう安いし、なんか何回でもこう使えるやつも多いし、種類が多いじゃないですか。だから、なんかいろいろ試してみてもいいと思います。やっぱ何も入れずに入浴することが私ないので、結構毎回いろいろ入れてるんだけど、そして、じゃん！デリケート系ですね。デリケートゾーン用の、外出先でも使えるシートですね。結構なんかデリケートゾーン用のシートは私の友達が使ってて、織物がすごい時、生理前、生理後とかによく使うって私真似して買ってみたんですけど、結構外出先でも使えたりとか、生理後とかに私は結構持ち歩いて使ってますね。これのデリケートゾーン用のソープはもう私もう毎日使ってます。そしてあと一個おすすめなのがこれですね。このスッキリジェル洗浄。もう私のね、視聴者さんも結構女の子が多いのでおすすめしたいんですけど、これ3本入りで結構多分1000、2000ぐらいはするんですけど、膣に入れてプシュってやって洗浄してくれるやつなんだけど、これ本当にね、生理後とか使うと結構産婦人科とかで膣洗浄してる方いると思うんですけど、私もちょくちょくしてるんですけど、これはお家でもできるやつで、全然痛くもなくて割とおすすめです。はい、そしてじゃん、こちら スキンケアにもメイクにもつけたまま寝れるすっぴんナチュラルクリアジェル。この前のモーニングルーティン撮ってて思ったんですけど、やっぱすっぴんできちゃったって言いたいなと思ったんですよ。私結構白くメイクしたりとかしたり、元々の肌が全然別に真っ白ではないから、すごいね、肌の色にはコンプレックスがあるんですけど、こちらはですね、寝る前でも朝起きてからでも使える、どっちも使えるすっぴんオールインワンということで気になって買ってみました。あざとい女になりたいです。はい、そしてメイクの上から瞬時に潤い補給生ツヤキープミスト。このツヤ感ハイライトで作ってるんですけど、これを普通にナチュラルにやりたいなと思ってこれを買っていました。これ今でも使えるもんね、メイク終わった後にやるから。メイク仕上げのツヤ足しにも使えるし、乾燥とかメイク崩れの予防にもなるし、マスクのメイク移りが気になる時にも使えるし、ひんやりするんでリフレッシュしたい時、だからなんかちょっとなんか嫌なことあってうざいって思う時に、あれ出ない、あ、結構スースーする、気持ちいいかも。今日なんか持ち運び大きいバッグだったらできるぐらいなので、撮影の時とか持ってったらいいかもしれない。だいたい6、7時間ぐらい撮影するんですけども、やっぱだんだん小鼻のテカリが気になってくるんですよ、6、7時間も撮影してたら。はい、それではマスクですね。これ高くない？7枚入って500円。私ね、マスクは前回も言ったんですけど、本当にこのシリーズをおすすめしてます。私はね、毎日これなんですけど、本当にこのシリーズのマスクマジで漏れるんですよ。やっぱ横がこう美人に見えるので、なぜかコロナの時期からマスク結構習慣になっちゃって、外出る時とか割とマスクすることが多いんですけど、マスクだったらマジでこれです。これが一番漏れます。はい、そしてこちら、私たちの本当に欲しいものを作りました。毎日履きたくなるアウターに響きにくいシームレスガードオールショーツ。ワンピ履いた時のパンツのラインめっちゃ気になりません？私これみんなどうやってやってんだろうと思ったら、もうこれでしたね。タイトなワンピの時ってやっぱおな食べ過ぎた時のお腹の張りとか、やっぱそのお尻のプリプリ、お尻のラインめっちゃ気になると思うんですけど、私も結構気になるんですよ。これはやっぱ一人2枚ぐらい持ってた方がいいですね。綺麗めなお洋服が多い方とか。はい、そしてチャオチュールです。猫ちゃんたちにご褒美。最近毛を刈ったんですけど、毛を刈るときってやっぱチュールとかあげないと、こうチュールに狂ってるじゃないですか、猫って。なぜかなんでチュールは本当に食べさせないようにはしてるんですけど、毛を刈るときとか爪のときとかに使いたいと思います。はい、そしてこれなくしたのでまた買いました。これ500円なの、ドンキでコーム。なんかハイブランドとかは好き
なんだけど、可愛いのは可愛いんですけど、結構こういうの好きですね。はい、そしてこちら、皮脂じわじわ吸い出す毛穴つるり、ガスール&アカドロー配合部分用パック。これはなんか毛穴の黒ずみがポツポツ浮き出てツルツルと汚れを取ってくれるらしいので買ってみました。結構ね、ドンキ行くとこういうの買っちゃいますね。なんか自宅用のなんか吸い取るやつとかも買ったりしたんですけど、真っ赤になっちゃったりとかで、やっぱクリームとかで落としていこうかなって思いました。こちら私が愛用してるアイライン、ダレノガレさんのアイライナーですね。これなんかすごい描きやすくて落ちにくいし、私的には結構おすすめです。これもやばい、リピー多分7本目ぐらい。そして、まあ、アイライナーで結構感動したので、まつげも買ってみました。マスカラダマにならない、大丈夫。私ほんとクリアのさ、マスカラ多分15本ぐらいリピしてるんですけど、久しぶりにマスカラ買ってみました。はい、あとチーカーの靴下ですね。ドンキってなんでこんなさ、チーカーの靴下売ってるんだろう。前回も買ったんだけど、じゃあこちらは短いやつですね。あのスニーカーの時に見えないやつ、これ欲しかったんですよ。なんか黒の靴下っていまいちテンションが上がらなくて、普通のやつでキャラソックス履いてると、キャラス履いてる女はないわってよく言われるんですけど、私は気にせずに履きます。こちら、そう、これツヤツヤになるスプレー、髪の毛が。これなんか白雪姫のコラボをしてたので買いました。結構絡まりやすくて、髪の毛がドライヤーの熱が多分強すぎるんで、なんか本当は熱々より、あの冷風と熱いやつを両方やった方がいいんだけど、私結構熱いのでバーって時短で乾かしちゃうんで、結構それで毛先が傷んじゃって、でこれはドライヤーの前とかにやりたいと思います。あと仕上げとかツヤツヤになるスプレー、よく美容室でかけてくれるんですけど、もうそんな感じで何でも使えるなと思って一本持ってて正解だと思います。はい、そしてこちら、炭酸泡の洗顔。じゃあこれもサンリオコラボしたので買ってみました。泡洗顔ほんと楽じゃない。私大体ネットとかで泡にしてるんですけど、でもなんか洗顔とかは割となんかこだわりがそんなになくて、いろいろ使ったりしてるので、こちらも使います。いつもドンキ購入品とかで買ったものをずっとなくなるまで使う感じですね。はい、そしてこちら、トイレ掃除大嫌いな私が買ったトイレの掃除用具です。ドンキって本当に何でも売ってる。もう食べ物から掃除まで美容までもう何でも売ってるから、もう私この企画が毎回年に4回5回ぐらいやってるんですけど、楽しみでしかないんですよ。なんで皆さん今回もぜひ参考にしてみてください。今回はね、食べ物が多めだったんですけど、私の大好きなお菓子も皆さん食べてみてください。そうだ、全然ドンキ関係ないんですけど、ちょっと韓国のおすすめパックを紹介したい。これさ、新大久保とかだったらドンキに売ってるのかな。オリーブヤングで買ったんですけど、もうこのパック私肌強いから、なんか何使ってもめっちゃ荒れたとかめっちゃ良くなったとかあんまりわかんないんだけど、これは使った瞬間ほんと肌のトーンアップすごいし、ツヤンツヤになるし、これパックと、あとパックの後にある美容液が入ってるんですよ。で、250円ぐらいだったの、オリーブヤングでは。これ本当におすすめ。あとなんか、なぎちゃんと一緒に行ったんだけど、なぎが結構スキンケア系詳しいので、これ最近流行ってる。あと、この部分用パック、人参のやつ。これ、売り上げ1位らしいんですよ、韓国で。私まだ使ってないんですけど、おすすめらしいです。多分、Q店とかには全部売ってると思うので、皆さん見てみてください。韓国帰りなんで。結構まず美容モチベ高いです。はい、ということで改めて皆さんありがとうございました。それではバイバーイ。